入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの川本です。今井です。よろしくお願いしま す, お願いします。それでは今回はですね、はい、残り期間でやるべき勉強法というふうなことでございます、うん、そうですね。まあね、2月1日からカンカン同率が始まり、2月の初旬からどんどんマーチとか、はい、総計レベルとかも始まっていき、2月の中旬までというふうなところでも目前に難関次第入試のスタートがドキドキですね、はいはい。まあ、残り期間でどんな勉強をしていったらいいのかっていう風なところなんですけど、大前提として新しい過去問はまあ最低限5日前ぐらいまでは全然やってくれてもいいです、うんうんうん、だからまあ5日前3日前ぐらいまでは新しい過去問全然やってくれてもいいんですけど、例えば前日に新しい過去問やるとかは前代の共通でやめてほしいなと。であくまでもまあできる限り近い年度のものをしっかりとこの5日前とかまでもしっかりと演習をして、でそれで分析をして自分に足りないところをもう一度見直してやっていく、うん、結局やるべきことっていうのは変わらないわけですよ、うんうんうん、やっぱりさ、この直前期になった時にやっぱ点数がなかなか思うより出ないんだとか、うんうんうん、なんかもう一押しでみたいな風になったらさ、なんか特別なことをしなければならないんじゃないか、うん、みたいな風に考えてしまって、うん、正しい勉強法から外れていってしまう子とか、うん、まあ例えばなんか周りの友達にどんな勉強してる、うんうん、何やってるの最近みたいな、あ、それ俺もやろうかなみたいな、うん、そんな風な、まあ、こう果たしてそれが本当に自分にとって必要なのかっていうのを判断する前に、周りがやってるからなんとなくいる気がするからなんか不安やから、いやこの勉強をするみたいに変なことをねしちゃう子がいるんですけど、めっちゃ毎年いますね、うん、そういうイレギュラーなことというか、間違った勉強法をして成績が上がってるんだったら、今頃そうやって点数がなかなか伸びずに苦しんでる人は点数出てると思うんですよ、うん、だから主にね、点数が伸びてない子がそういう風に陥りやすいから、あくまでもインプットの復習をしっかり日々、今までやってきた英単語の復習しっかりやってきたやんか、そうてへんやろ、学びズムチャンネル見てくれてるみんなは、うん、だからその単語の復習はしっかりやり続ける、これも当然、過去問演習をしてしっかり復習をする、これも当然、やるべきことは何も変えないでください、うん、ただ今自分が特に弱い科目、点数が出なくて足を引っ張っている科目があるとするならば、そこへの勉強時間をしっかりとかける、傾斜するっていうのは必要なことかなというふうに思うので、そこで科目の全体バランスっていうのはいい意味で崩しては欲しいかなというふうには思います、うん、でそれがまあ5日前3日前ぐらいまでですよ。で直前期に関しては新しい過去問をやらなくていいです、はいはい、自分の受ける大学大志望の学部の、過去問を一度解いたやつを再度解いて、うん、問題を解く時の頭の動かし方とか、うん、時間配分とか、そういうふうなところを整理して、あとはインプットの復習をしっかりやるというふうな形で全然問題ないです、うんうん、でその入試直前に今まで1回やった過去問めっちゃちゃんと復習し直した分析した過去問を入試会場に持って行ってほしいわけですよ。間違いない、これやりました僕も、はい、もう絶対やってください。僕も持って行ってたんですけど、はい、あのね、やっぱり入試会場行って、これあのよく直前期僕言ってコメント欄で批判されるけど、はい、単語帳とか試験会場行って見ないと単語覚えてるか不安ないなような、あ、なんちゃったものはよくないんだみたいな、はい、よくするんですよ、はい、でそんなん見るやろみたいな、うん、でも僕は見たことないですから、うん、自分の担当生徒にもそんな風な貧弱なやつに育てた覚えはないって僕ははっきり言うんでだって毎日復習してたのに、そんな直前になってこうやって血眼になってこうやって復習しないと不安なんて甘すぎるやん、うん、完成度が、うん、そんなんは必要ないんですよ。あとはね、僕よく言うんが、あの英語の問題で例えば文法と長文が混合されてる英語の問題が出題される大学とかだったら、はい、なんか文法から解いて英語慣れしてから長文いくのがいいよみたいな、よく言うやんか、うんうんうん、その理論もう僕はあのそれがいいとは思ってます。実際時間配分的にもいいとは思いますけど、僕は あんまりそれを感じたことはなくて、うん、だってさっきも言ったみたいに直前に自分が過去問やってるわけや、うん、ってことは長文読んでるわけや、うん、じゃあ長文をガーってその同じレベル、過去問と同じぐらいのレベルが出ると想定するなら、うん、同じレベルの文章を一回読んだ状態でなんか試験の説明を受けてじーって待って用意スタートって言われて試験バーって解いてるわけやんか、うん、慣れも下手くりもないないっすね、確かに、風に思っても、だからそのどちらにせよ、どんな順番で解くにせよね、解くにせよちゃんと過去問を持っていって、それをもう一回解き直して、こういう時間配分だったよね、こんな意識で解くよねっていうのを各科目ね、全科目よ、英語だけじゃなくて現代文だろうが古文だろうが数学だろうが物理だろうが、日本史だろうが世界史だろうが、何でも全部含めてちゃんと分析する過去問、当日持っていく過去問と、それをちゃんとこう何にするかっていうのは最新年度の自分が受ける日程のものっていうのをちゃんと分析してですね、当日挑んでほしいなというふうに思います。もう一個勉強法ではないんですけど、一個エールを送ってきたくてですね、はいはいはい、
やっぱり今の時期にまだ点数が出ていないとこう焦って自分見失うじゃないですか、うん、そうですね。で今までなんか英語9割でちょっと安定してたのに8割になっちゃったとか、うん、7割になっちゃったってなるとまあ落ち込むやんか。それは別に人間心理として当たり前の話だと思うし、うん、落ち込むなとは言わない、うん、けどそれで自分を見失うのだけはほんまにやめてほしくて、うん、結局それが本番に出なくて助かったのよ、うん、みんなは、うんうん、その今まで点が出ててある程度ね点が出てたのにもかかわらずちょっと点が低くなっちゃったみたいな、うん、この直前にやった大丈夫かなみたいな今まで取れてたのにみたいな。でもそれさ本番やったら取り返しつかへんよ、うんうん、過去問でこんなにあんななんか読みやすかったのに急にむずなって読みにくいなんか今日のやつ全然頭内容入ってこへんみたいになったら悲しいやん、うん、それを本番より前に出会えたんやから幸せやん。僕は同社のね当日文系数学が難しくなってあの舐めてたんで全然数学ちゃんと問題解き直しとかしてなかったんで、うん、ボロボロにいかれたわけですよ。それが本番に出会ったんですね、うん、それを例えばなんかどっか一回やった過去問がめっちゃむずくてあのうわどうしたの数学めっちゃむずいやんみたいな、うん、こんなレベルも出てくるのかって思えてたら、うん、本番に向けてもっとむずい問題まで多分僕は解いてたわけですよ、うん、でもそれを出会えなかったから僕はそういう運命になってしまったので、うん、あのみんなにもね同じようにはなってほしくないからさっきまでね点数がうまくいってない人に向けて主に話したけど点数がうまくいってる人も過去問演習とかやるっていうのは基本的に変わらないんだけどその中でもし点数がちょっと下がってしまった時があっても気にしない、うん、本番前にそれと出会えてよかった自分が、今回点が取れなかった理由って何なんやろうとあ確かにここ訳せてなかったなみたいなあここであこれってこういう風なそうやなこの構文やなってことはこれが出てた時にはこれを注意しようみたいな形で、うん、本番までに自分が解けない問題読めない文章と出会えてよかったっていう風なマインドで、残り期間をやってほしい大事ですというふうに思います、以上です。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナビズムではですね、公式 LINE を用意します。その公式 LINE では、君の志望校であったり、今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書、この単語帳が最適ですよっていうふうにお勧めする英単語帳診断であったり、総計、マーチ、カンカン、同率みたいな有名次第の傾向と対策はこうですよみたいな e-book、次第攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで、興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。